はいどうも今日はあの形よりも流れっていう話をしますえー、とですねまあ、ボクシングジム結構多いなと思うのはあの鏡の前でひたすら形の練習をするっていうことですね僕はあの僕が指導している選手にはあとはパーソナルとかではですねそれはあんまり進めないんですよね。 まあでもみんなやっちゃうんですけどね、まあ、ただ僕はそれはやりません。まあ、もちろん僕は自分のボクシング好きなので、鏡で自分見てかっこいいなとか思ったりはするんですが、ただ、鏡の前で反復したりとか、形の練習するということはないですね、基本的には。それどうしてかっていうと、僕はあの形が流れを作るではなくて、流れが形を作るというふうに思ってるからですね。えーまあ形 流れの中に形が自然と出現してくるっていうことですね、えーまあ、バランスが崩れるのもいいですよね受け入れてしまった方がよくてでガードが下がるのも仕方ないですね流れとして起こることなので,でこれをいちいち捕まえてあダメだダメだっていうのがよくないんですよねこうすることによって、まあ、目の前で起こってる現実に対応できなくなるからですねこういうふうにするとなのでバランス崩したらバランスはもう崩れたものとして受け入れてすぐに どうするかを考えて判断した方がいいんですよね。空振りしたら空振りして、もうそれは認めてしまった方がいいですし、ガードが下がったらもうガードは下がったんだというふうに受け入れて、すぐにですね、次の手を打った方がいいんですよね。この形にこだわってガードが下がったら、ああ、ガード上げなきゃとかですね、あとバランスが崩れたらバランス、えー、整えなきゃっていうふうにいちいち考えるのが、 えーまあ、現実への対応能力をこう著しく下げてしまうわけですね、そうなると相手との戦いというよりはこう自分との戦いになってしまって、まあ、勝負に勝てなくなるという風になってしまいますなので僕、大切にしているのは形ありきでやるんではなくて流れありきでやってますね、まあ、もちろん僕はいろいろなパンチの打ち方とかいろいろやってるんですけども、それは基本的には 流れの中に現れてくるものだというふうに考えていて、まあ、流れの中で実践できることがとても大切だというふうに思っていますこれもちょっとわかりやすい例ろで言うとですね経済とかですね経済っていうのはもともと経済っていうものがあってそれに名前を付けたものですよねこうこうなってこうなってこういう論理でこういうふうな結論が導かれるみたいなこう というのは経済ですよね経済というものを人間が考えてそれをやっているわけではなくて経済というものがもともと流れとしてあってそこに形名前を付けただけですよねなのでこう形経済というです、ね、形にとらわれてしまうともともとの流れが失われていくわけですよ他にも教育もそうですね教育というものはもともとあったんですよね流れとして現象として教育というものがあって ただ、そこに、えーまあ、名前を付けてしまったんですよね。で名前を付けるとですねみんなそれにとらわれちゃうんですよ。教育っていう形にとらわれてしまうで。それで本質的な流れですね、教育の本質的な流れ、本当の部分が見失われてしまって、形だけが大切にされた結果、まあ、本当にこう、なんていうのかな、みんなの不満がたまってしまっているっていうことなんですよね。だと僕は思うんですよ。なので、こう。 まずは形ありきなんですよね。ああごめんなさい。まずは流れありきなんですよ。形ありきじゃなくて流れありきで。流れの中に形が出現してくるんだよっていう,こう価値観が僕はとても大切だと思ってますね。形ありきで考えてしまうと、その観念にとらわれてしまって、こう流れが失われてしまうからですね、本来のこう人が持っている心の流れ、体の流れ、他にも経済の流れ、教育の流れってあると思うんですよね。成長の流れとか。 こういったものの本質的な部分が失われてしまうので、えーまあ、形ありきは良くないという,ふうに考えているんですよで。僕の練習は基本的に流れありき、フローありきになっていますね。フローを大切にしている、僕がフローを大切にしているのも流れを大切にしているからです。体と心の流れ、えー、相手と自分の中に発生している流れを大切にしているからですね。 でまあ、僕もあの一時期、形にこだわすごくとらわれていた時期があるんですけども、やっぱりね、あの流れ、これ、大切だなと思いますね、成長がこ滞っているなというふうに感じる方とかですは、ね、ちょっと一回価値観を変えて、ですねもし形にこだわっているんであれば、もっと流れにですね、 えを大切にして流れの中に形は現れてくるんだと考えてみてほしいなと思いますね。本当にあにゴロフキンもとかマイク・タイソンとかナバレッテとかですね、まあ、流れの中で自然にボクシングしますよねスイッチしたりとかえー、まあホに自然な反応としてやってるわけですよねあの動きが止まらないようにあれが僕はかっこいいなと思うし美しいなと思うんですよなので皆さんもまあ成長が滞っているとかそういうふうに感じる方はやってみてほしいなと思います。